Alfred E. はいどうもー、はいどうもー、はいどうも、始まりました。KWL、はい、いつもはねここで PV が流れるんですけれども、はい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 、はい、今回は PV は流れません。流れないです。まあ、来週は流れるんですよね。でもそうです、来週は流れますが、はい、本日はそういう状態になっておりますので、はいはいはい、皆さん把握してください。はい、そうですね、今回はこちらのチームになっております。はい、まあ3月からね新しいチームが6チーム入ってるんですよね。そうですね、6チーム、入ってるんですけど、はい、チームの紹介の方、はい、ちゃんとした名前で呼びたいと思います。はい、15番からですかね。いや、はい、1番から一応説明したいなと思います。あ、了解です、かしこまりました。はい、1番が、こちらアルファ D ですね。はい、はい、そして2番がアルカディアゲーミング、はい、そして AG です。3番が APEX、はい、4番デジタルゲートゲーミング、はい、5番がチームタイヤリ、はい、6番 AM、で7番が AN ですね。これちょっとややこしいですね。ややこしいです、ね、はい、はい、そして8番が、JK、はい、本日はちょっと参加はできない形になっております。はい、9番がオフレジェンド、はい、はい、9番がオフレジェンドです。で10番が666、11番がアブラビティーズ、かっちょいい、ね、11番アブラビティーズです。 ABS でいいんですか。はい、 ABS と言いますね。はい、そして12番が ASL、はい、13番が DGG、はい、14番が DJ です、ね、あ、ごめんなさい、DJ、 ごめんなさい、はい、13番 DJ です、はい、14番が、イラス、はい、15番がフゼロ、伏せゼロですね。はい、これが伏せゼロらしいです。あ、伏せゼロなんですね。はい、伏せゼロらしいです。はい、かしこまりました。はい、そして16番が、少女、少女、はい、17番が AK、18番スターマイン、はい、19番モサガリキ、はい、20番がチーム〇〇〇です、ね。ガンガンじゃないんだね、ここは。そうです、ガンガンじゃないです。ガン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 行こうぜみたいなチームじゃなくて、〇〇、はい、なんですね。まあ、全てね、読み方は、はい、省略させていただきますんで、そちらの方だけご了承いただければなと思います。そうですね、例えば AG で言えば、あ、じゃあアルカディアゲーミングで言えば AG というふうに呼ばさせていただくようになりますということで。そうです、はい、そしてこちらが先週、いや先月ですね、2月度、もう2月度の、結果でした、はい、2月度の結果がこちらになっております。いや、2月は大波乱の結果で、AG が逃げ切りといった形、そして APEX の猛攻というか、まあ追い上げがすごかった。そうですね、もう大波乱の2月でしたよ。印象でしたね。はい、15ポイント差で AG が、2月度は制したといったような、結果になりました。はい、はい、というような形になっております。はい、そしてなんだろう、まあ今回このような形で右の方も変えてるんで、はい、見やすくはなってるのかなと思います。はい、そうですね、はい、というような形で、まあ、前回優勝 AG でしたけども、そうですね、またコロッと変わってくるんじゃないのかなと。そうですね、思いますよ。また大波乱の3月とか始まりますよ。はい、はい、さあ、今回ね、JK さんはね、出れないので、お休み、まあ、来週からの参加になりますかね。はいはい、なのでもう揃ってますかね。はい、皆さん95人揃ってますんで、はい、そろそろ行きたいと思います。はい、皆さんいつも通りコメントください。こうや、行こうよ、行こうよ。AK が活気入れられてますね。少女、ね、車両の爆発により死亡。はい、早速バチバチとやり合ってます。ここら辺は新参のチームですよ。はい、3月号から新しく来た。さあ、これ、DGG のフェイさんとですね、はい、ES のデシマルさんが近いですね。さあ、DGG、そうですね、DGG やり合ってますね。フェイタンさんが近い、あ、それカバー入れてデシマルさん死にましたね。さあ、これもね、画面がちょっと見やすくなってるんですかね。敵が近くなると黄色で、あ、黄色くなりますね、現れるような形です。はい、さあ、この街でやり合ってるのは ESVSDGG ですかね。そうですね、 ES と DGG がご対面と。ご対面ですね。はい、1枚削られた ES はちょっと消極的に後ろに後ろにへと引いていっております。ない。さあ、ガーネットが ASL の方に向かってますよ。ガーネットちょっと行きませんか。さあ、ガーネット、これは ASL 側の視点一回行きました。そうですね、さあ、ガーネット、これ降りましたよ。ガーネット近いですが、近いですね、これ足音、これはこの距離だったら聞こえるんじゃないのかと。陰気アタックされそうですが、さあ、足音入りましたよ。ガーネット下、さあ、ガーネット打たれる。さあ、ガーネット VS、
冬式さんですかね。はい、冬式選手、ここにいるのがバレた。さあしかし不用意には攻めません、ガーネット。まあ上がだいぶ有利っちゃ有利ですから、ね、はい、ここは多分囲んでいくと思いますよ。アブちゃんもいますからね、近くに。そうですね、ガーネットとアブちゃんが近くに一緒にいる状態ですかね。確実にキルを取っていくのか。はい、エースエルここ孤立してますから、ディフィアチーム、ディフィア君とかすぐ寄ってほしいですよね、ここは。ですね、あ、もうその通り、もう寄ってますね。全員でも囲い込んでます。これはちょっと冬式選手厳しいかもしれないです ね。でも一キルでも活キルまで持っていけたらね、はい、まだいいのかなと思いますが。そうですね、さあデフィア選手もここで詰めてますが、ちょっと怖いか。これ神武器の MP5 持っていないっていうのがちょっとあれですね。そうですね、さあデフィアはどうでしょうか。足音入ったんじゃないですか。さあ足音入りますね、詰めてますね。さあ足音いる、どのような指揮をしてるのか、ここも気になるが、気になるところありますね。さあそれにデフィアが詰めたタイミングで、ガーネットもアブちゃんも詰めてますね。1階には3人います。のはこれは MP5。 さあチジも来てる、4人だ。さあ4対1、これは厳しい。さあガーネット、はい、ビームを決めていきましたね。そうですね、さあここで1キル確実に取っていきました。さあこちらはアルファーディーですが、はい、お互いアンチの中には入っている状態ですね、はい、さあアンチはですね、左上になりましたが、ここからどういう風なアンチ形成になるのか注目のところではあります。そして、ね、命運の分かれ目で、これアンチが変わりますよ。下に寄ればいいんですが、上に寄ったらこれは地獄になります。さあ上に寄ったら地獄です、はい、下に寄ったらまあまあまあというところでしょうか。さあアンチ変わります、どうなるか。さあ上に寄った、これは地獄絵図だ。ちょっと地獄になりますよ、これ。一斉に動きますよ。さあ19番モサガリキがこれ、いや、これいいですね。19番いいとこ取ってますよ。そして2番の AG もこれアンチ先読みしてたかのようにアンチギリギリにいております。逆にこれはもうこの橋渡れませんので、はい、市街の方の橋や、船を取っての移動を強いられることになります。そうですね。さあ DGG やっておりますか。ちょっとモサどうですかね、これは。さあこれもしかしたらスターマインが向かってる最中にこれエーペックスとやり合いあるかもしれませんね。そうですね。さあ今回アンチ痛くなってますからね。はい、だいぶ痛いですよ。さあ先に橋渡ったのはエーペックス。さあエーペックスが取ったから、その姿を見るスターマイン、多分おそらくですが、はい、多分エーペックス検問すると思いますよ。僕だったら検問します、ここの橋は。エーペックスが検問、はい、その後ろからちょっと上空視点行った方がいいんじゃないでしょうか。そうですね、上空タイヤリも来てますよ、後ろから。さあタイヤリが来てる状態でエーペックスに気づいてる状態で来るのか。エーペックス検問もせずですか、ここは。さあこれネギ選手がタイヤリ打ってますね。そうですね、はい、さあ横やりを入れる。さあダメージ与えられてますよ。はい、タイヤリたまらずちょっと止まりましたか。ここで止まるのは危険だぞ。エーペックスがアンチの方に向かってくれてよかったですね。そうですね。さあスターマイン VS エーペックス、ただエーペックスじゃない、タイヤリですね。タイヤリのこのいる位置が、はい、これちょっとまずいんじゃないか。ちょっと逆にスターマインは早とちりしましたかね。ですね、打ったことによって橋を渡れなくなってしまったので、はい、ちょっとスターマイン自分で自分の首を絞めましたね、これは。ああ案外ほっといた方が良かったと。いや、ほっといた方が良かったと思います。そう、ここは AK が、ね、AG がミュー選手抜きましたね。 AK がミュー選手を抜きました。ちょっとこれ、そうですね、あの石門の橋結構人数集まってきてますよ。本当ですか。はい、さあこちらも機体が、モサガリキ、そして666〇〇、はい、一斉に揃ってますね。さあ車の爆破入れられてる。アンチ縮小まで残り35秒と。はい、さあスターマインがどういう立ち回りするかも気になりますけどね。ここでスモークタック、ここは引くか。ただ相手もアンチ外なのでね。さあ危ない、どうか。当ててくる、ちょっと顔を出しただけで。スターマインもちょっと顔を出す、ね、当ててきますからね。当ててきます。ちょっとこれ石門とんでもないことになってますよ、これ。さあちょっと待って、裏を回ってる選手いるぞ、これ。おっと、ウェルが車裏を回ってるんじゃない。こいつはフィールドクルーザーで走ってったが、これタイヤリウェル選手ですね。あっと、あーっと、ここはタックまで行きましたが、ちょっともったいない場面ではありましたね。そうですね。さあこの状態でバッサー選手とボレス選手アンチが決まりますよ。はい、下に寄れ、下に寄れ。さあ地獄が見たいぞ、どうなる。さあおっと、これは石門か。中途半端だ、これ一番困りますよ。これ一番困りますね、中途半端。はい、さあここエーペックスとまた AG ですよ。エーペックス VS AG、はい、さあ来ました。さあこれですよ、またここの2チーム、なんなんだ。さあ、さあチャンキーがゼキシー抜き、エラーがチャンキーを抜いた。カバラの鬼のような速さ。ここはゼキシー選手はそうですね、カバーというリバイブはできますので、エーペックスは1人削られました。でも AG って分かったら多分これ来そうな気がするんだよな。いやどうでしょうかね。さあ街に入りましたか、エーペックスは。街入ってるんですけど、 AG の方がやや有利か、ヤマメ取ってますんで。ここはなんかの因果関係あるんですかね。さあその後ろに AM も来てますよ。さあ AM 来てますね。
いや、AG ももう気づいてると思います。この距離であれば多分音入ってると思うので、 AG はもう見てますよね、六角の方。なるほど、さあ打ってますね。 MV 選手打ってる状態ですかね。さあ、3月正直デイワン1周目から1試合目からもう大波乱ですよこれ。さあ、モサカリキがでもエーペックスのボンダウン入れてますね。おっと、横から車で向かってるのはあれはどこだ、スターマインですね。さあ、少女、そして N、 あ、さあ、キルログが流れる、ね、流れてますね。下の方でやり合ってるチームも結構いるような状態。さあ、 AM ここアンチギリギリ入ってないんじゃないですか。さあ AG に打たれそうだが、どうだ。さあ、アンチ下に寄ったらこれは本当に地獄だぞ。どうなる。さあ、またわからない敵も、いや、まあ、街ですかね。また真ん中ですね。もう、モサガリキ、これでも、街、これ次橋とかが最終アンチになったら、いや、橋はならないと思いますね。ならないですか、はい。さあ、AMV 選手がスターマインやってますが、これ横やり入れれるか、仏さん。一番動きがありそうな AG ですかね。AG 近くに AM とやり合っていますので。そうですね、 AM はアンチ外なんですね。ここちょっと厳しいか。さあ、スターマイン天選手がやられるが、これ AG エラーですね、はい、エラーが六角にいるの。ただアンチ外天選手かっこいい。さあ、抜くか、持ってきました。一瞬の隙を見逃さない。さあ、エラー花キルしていきますね。 AM を抜きます。残り AM3 名。早選手アンチ外耐久にシフトチェンジが、しかしね、アップデートからしづらくなっておりますから、ここは厳しい状況が続きます。 AM です。ですね、やはりここは予言通りですね。さあ、スターマインも詰めてくるが、ここは多分打ち下ろすんじゃないか。 AG とスターマイン5対面、横の豆腐に入りました。 AG ここからどう動く。さあ、早速抜いたか。さあ、 AG 原選手抜きました。相打ちか。いや、ネギチンも抜き返しましたね、ここは。そうですね、ネギチンも抜き返した。横に。さあ、4対3の状況、リバイブに入るのは仏がどうするか。ここは見合いを優先。リバイブはまだできない状況か。さあ、ただモサカリキに AG エラがやられる状態。さあ、仏さんどういう指揮をしてるのか。さあ、これエラが抜かれましたか。どこからエラが抜かれた。さあ、ただここは救助できる位置ですね。おっと、毒ガス、これは最悪だ。これは花選手を救助できないか。さあ、足音が鳴ってるぞ。これ足音近いぞ。35ポイント獲得、スターマインです。さあ、アブちゃんが AN やってますが、666が AN やってる状態。アンチにどんどん入ってきますよ、これ。さあ、まだ AG でもエラの救助いけましたね。さあ、3人ですね。AG は3人の状況。スターマインも結構メンバー生きてるんで、ね。AM も3人なんとかやりました。APEX は今2人生存ですね。今、詰められて詰められて、モサガリキとやって、AM が APEX。さあ、APEX がモサガリキに入りましたね。14位に着地です。14位に着地。さあ、これどうなる。アンチどうなる。これとんでもないことになるぞ。さあ、アンチ縮小始まるぞ。いや、これはアンチ見てください、こちら。これはやばい。どこだ、アンチ。あの、モサガリキずっと入ってますよ。モサガリキアンチ取りですね。ちょっと、あの、上空してにしましょう、上空してに。そうですね、もう上空にしてください、上空に。こちらスターマイン、そして ABS がいる状態。もっと高く、もっと高くしましょう、もっと高くしてください。あれです、あれです。さあ、この状態ですね。アブちゃんはギリアンチ外耐久か。そうですね、もう橋のところに、橋下から666は渡ってきてますよね。さあ、このような状態で、さあ AG のところに AM も来てますよ。さあ AG のところに入ってますか。さあ、仏がここで、さあ2対2 AM 対 AG2 対2です。さあ、ゼクシーがこれ下に AM いるんですかね。1人削られましたか。仏さんが抜かれましたか。さあ、抜かれましたね、はい。さあ、アブちゃんがここで活気が入りましたんで、はい、10位ですかね、はい。さあ、残りチーム、ここで足引っ張るのは本当に AG としては勘弁してくれと言わんばかりですよ。ですね、ここから。ただこのアンチきついぞ。いや、モサガリキだいぶ有利ですよこれ、ね。もう六角取ってますからね。しかし666がこれはどうだ、どうするんだここは。さあ、これですよ、見てください。さあ、ここ ABS どんどん詰めていってますよね。さあ、 AM 邪魔選手が AG を抜きましたか。一気にアンチ収縮が始まり、移動している。丸丸が抜かれる。ゼクシーは AM の邪魔を抜き返しましたが、ここすごいですよ。ここすごいことになってる。アンチ痛いぞこれ。どうなってる、どうなってる。車で引いたのかなこれ。はい、抜き、うおー、混戦になってますね。 AM とスターマインが、さあ AG、 ゼクシーも入るが、これアンチ外が痛い。そうですね、 ABS 制しましたね。さあ、これ666とモサガリキ、そうですね、これはアンチ、これどうや、もうどこなんだこれは。とモサガリキ有利ですが、人数は2名、666は4名、 ABS は3名。さあ、ここでどうする、どこを見ていく。さあ、666、いや、モサガリキ、いや、モサガリキが一番いい位置にはいますよ、ね。モサガリキ見ていきましょう。ずっとここアンチ入ってますからね。ただアンチ勝っていたのにもかかわらず3名削られたのはちょっと痛手を負ったか。そうですね、まさかの今上位3チームが
666ABS モサカリキ、結構あまり見ないチームではありますよね。そうですね、モサカリキは今回新参のチームですか。そうです、モサカリキは今回新参のチーム。ここ新参のチームで一発目ドン勝ちしたらかなりでかいですよ。かなりでかいですよ。さあモサカリキ一人やられたが、これ ABS のグレネード決めましたが、ここは90いけそうにないが、さあ毒ガスも投げられ、ちょっとこれはモサカリキ666と ABS から挟まれてますので、ここは状況が厳しいところ。そうですね、六角からは出れません。おりますが、次のアンチまで残り30秒です、はい、さあ毒ガスでもう汚い絵面になっておりますが、はい、汚い絵面とか言うな。さあもうこれはね、666がガン有利、これは取れなかったらちょっとまずいですよ。さあ6664人いますからね、アンチ的にも666が有利ですし、はい、うまくもう崖の方、アンチの方に2人は置きたいんですけど ですね、結構広がって666はポジション取りしてます。いやー面白い。どうでしょうか、ABS はうまくその隙をね、横槍を入れられるかどうかといったところでしょうか。ですね。さあ1人かきるまで持っていったが、ここで角まで持ってくるか。これ角持っていきたいぞ。さあ持っていきましたね。削られるのもったいなすぎる。これで35ポイント。さあこれで状況は分からなくなりました。 ABS が崖の方を取ってますので、1点、これは有利状況が変わり、 ABS 有利になったか。そうですね、有利になりました。666ちょっと持ってんですかね。どうでしょうか。さあ ABS も3人生きてるんで、ここを実質、おっと、さあグレレル決まりました。さあ ABS か666か。さあ1人まずここで MP5 持っていく。さあ666やられたからやり返す。おお、やり返し2対2の状況。パトさんがここ対応で、ここでパトがやり切りました。666は1。さあ残り1人だ。 ABS は3人生存ですよ。さあこの場所どうする。さあアンチはめちゃめちゃ痛いぞ。さあどうなる、グレネード、毒ガスか。毒ガス投げる先、それは当たってるのか。これは、あーもう666下に降りちゃってるんで ね、これはちょっと上がれない。上がれない、さあ上がるか、いつでも上がろうとするか。いやー厳しいですよね。これアンチが取るかってなったら、 ABS3 人生きてるんでね、足跡入ってそうですけどね、マクラ選手ですね。いや気がついてますね、下っていうのは。あ、マクラ選手詰めてますよ、詰めてますよ。さあ降りるか、これギリギリで降りそうな。いや降りない方がいいと思いますよね、中心なのは ABS なので。あーそうですね、意地でもここポイントを取っていくの か、 降りるんだったらちゃんと3人でせーので降りたいところであります。ですね、下にいるのが分かっているのであれば、そうしたいところでありますよね。ここでやられて35ポイントを取られるのが一番もったいない状況であります。さあ見えるんじゃないか、これ枕を。おっと、枕を打ったのはガソリンだ、はい、ガソリン落ちましたね、はい、666のこの子があれですね。さあもう足跡お互い入ってますよ、ね、ガソリン置いてるんだろうな。さあどうだ、この状況はもう666は厳しい。あの1キルできたら御の字ですよ。さあこれ気づいてるんだろうけどね。はい、どうでしょうか。さあ1キル ABS から。さあこれは1枚持ってかれてた。さあ666が1枚持ってきました。1枚持ってきましたね。いやしかしまだ核を入れてない。ここすぐにでも入れたいが、カバーを。さあやばいぞこれ、はい、あ、いけましたね。なんか35ポイントは取られずに ABS がドンカツ、ね、おめでとうございます。おめでとうございます。いや3月1週目1試合目、これやばくないですか。面白い。さあ皆さん、先ほどのスーパーチョイスの投票ありますよ、はい、いやとんでもねえアンチだわ。さあこれが1試合目となっております、はい、さあ、データですね、1位が ABS で、はい、今回チームキル数が、10キルですね、はい、10キルとなっております。ちょっと待ってね、画面バグったちょっと待ってね、僕の方の画面バグってる。はい、読み上げていきます、はい、1位 ABS で、10キルですね。2位が666 5キル、3位がモサカリキで4キル6キル7キル、はい、4位がタイヤリで1キル、5位が DGG で5キル7キル13キル、はい、カニが6キルしてますね、はい、6位が AG で3キル2キルで5キルですね。おお、まあキル伸ばし、うーん、そうですね、すごいと言った感じでしょうか、はい、7位が AM で、4キル、はい、8位がスターマインで3キル、はい、9位が丸々、ここも新規チームですね、はい、9位まるまるで、3キル4キル5キルですね、はい、10位がアルファディでここ3キル惜しかったですね、はい、さあ11位が ES で1キル、12位が AN で2キル、はい、13位ここ AK ですよ、はい、AK で9キルしております、はい、14位 APEX2 キル、15位 ASL で2キル、2キル2キルで4キルですね、はい、失礼しました。16位が DJ で、5キル、はい、17位が少女で0キル、はい、18位フゼロで0キル、19位 OL で、1キルとのような状態です、はい、じゃあさあ、じゃあ一緒に荒野行こうや言ってもらえますか。荒野行こうや言ってください。荒野行こうや。え、ディフェンスめっちゃ似てる。めっちゃ似てる。さあ、ミニゲとフェイタンさんがいるのか、これはい、どうでしょうか。さあ、車で、おっと AK マサ選手がミニゲを抜きましたね。これフェイタンさんやばいんじゃないのか。
ペイタンさんやばいぞこれ。そうですね、どうしよう、身に抜かれて、いや、しかしカニとドソ側は外側から回ってきてるんですよね。これカバーしてますかね、カバー後ろから回って、これ AK ちょっと気づけないか。さあ、伊藤選手と打ち合い、ダメージはフェイタンさんの方が与えましたね。そうで、フェイタンさんがうまくうまくここ時間稼ぎすれば、後ろから回り込んでいるドソとカニが、さあ来たぞ、来た、カニが後ろから襲いかかる。これはちょっと AK 見ていなかったか。さあ、これ引くしかない、これ連携ですね。はい、伊藤選手はもうたまらず逃げますが、追いかける DGG、ドソ選手、カニ選手ですよ。さあ、これたまらないぞ。ちょっとここは厳しい状況ですね。さあ、もうドソと連携取ってもう詰めていってますよね、ここ。さあ、そうですね、連携取って。お互いカバーできる位置でもう詰めていっています。ここの詰め方はさすがですよ。ここで FM が裏から回って。またさらに裏からですか、これは。裏の裏の裏ってやつ。裏の裏の裏はもう表です。さあ、カニ、さあ、足跡入りますよ、これ。カニいってます。言ってますか、イモイモ選手の方がいいんじゃないですか、多分詰められてる方の方が。イモイモ選手見ておりますが、これ打たれてる。さあ、先にグレネード投げますか。ここも計算されたようなグレネード刺さるかどうか。おお、自分も食らっちまったー。ガソリン、ガソリン爆発。アホだねイモイモさん。ただこれは相手は気づいてないですね。さあ、ここしかし DGG4 人がかりで詰めてきますよ。どうだ。さあ、グレネード怖いぞこれ。さあ、これはもうイモイモ1人でも持っていけるかどうかといったところ。痛い痛い、だいぶダメージ与えられてます。さあ、詰めてきてます。さあ、二人がかりでちゃんとカバーができる位置、かっきりまでは持っていかれないように DGG 詰めております。ここら辺の詰め方はさすが、もう連携力。さあ、これはたまらない、これはたまらないっすね。もう詰め方はもう練習してますよね、やはりね。隙がないというか、誰一人甘えてない動きでしたですね。素晴らしい。さあ、近いぞ、それ向かってる先いる。どこどこどこ。さあ、少女 VS 丸々。さあ、少女この車に乗ってるが逃げたぞ。うわー、なんだこれ、ユニバみたいになってる。ユニバだ、ユニバだ。うわー、さあ、大アトラクションすぎる。丸々、なんだこれ、今のハリウッド映画みたいになってたぞ、ね、今の丸々やってますね。すごいっすね、ユニバのアトラクションみたいでしたよ、今の。そうですね、すごいな、豪快に少女ぶち殺しました。さあ、1人まだ残ってますね、2パー選手残ってます。少女と、これはまるまる、え、見てませんか。見てます見てます。さあ、少女2パー選手抜かれるか。ここは、少女、19に着地とユニバータックがうまく刺さりました、ね、入りました。はい、さあ、アンチがこのような状態になっておるが、次アンチ決まるぞ。はい、さあ、ここは下に寄れ。さあ、下に寄りましたが、さあ、ステゼロもあれですね、車で今から移動を仕掛けます。ここは1人2人乗ってますね。はい、2人乗ってる状態でアルプカ選手が向かってる先、これ12番いるぞ、はい、さあ、12番 ASL 車を打つが、ここでは車は燃やされずすかさず止まりましたが、クゼロちょっと怖いですね、ルート取りちょっと怖いですよ。はい、さあ、ここ取りましたが、アンチないですね、ここ。アンチですか。車煙出てるぞ。ちょっとフゼロ場所悪いですね、ここは。さあ、ちょっとここで止まるのは良くないぞ、移動した方がいい気がしますが。さあ、車爆破と一緒にさ、リアン選手がやられる。あー、これはちょっと厳しいですね。まあ、ASL2 枚の状態なので、人数ではフゼロが勝っているんですが、ポジション的にはちょっとフゼロがゆっくり。そうですね、毒ガスで半分以上がダメージ受けてますね。しかもフゼロまた車を失ってるんですよね。さあ、待ってください、後ろから ABS 来てますよ、これ。何ですか。さあ、 ABS が ASL の横を通る。さあ、取ります、 ABS。 さあ、 ABS、 これは避ける判断ですね。さあ、これ横入れられてタイヤパンクさせられた、これまずいぞ。ABS、 これはどっちから抜かれましたかね。フゼロかな、多分。いやー、これ痛いですね、フゼロが取りましたか。はい、さあ、アンチいきなり、もう見てくださいよ、全体マークちょっと見てくださいよ、はい、一気に一気にいろんなチームアンチ内にも凝縮されてますよ。さあ、ABS、そして ASL がフゼロをやってますね。さあ、AG、仏さんが666やってる。おっと、AG 無双ですね。AG、次々にちょっとキルログ流してますよ、ね。AG 無双やってます。さあ、これ本当に666、5位の2キルぐらいになりそうですよ、これ。ねえ。はい。ただ、ちょっと仏さんが回ってますね、右から。右から、右から、周りの OB 選手を狙います。さあ、アカウントバンの呪いでしょうか、ね、そう、アカウントバンの呪い。さあ、見てる方向ではないが、これは大丈夫か。666の OB 選手に抜かれそう。さあ、右に回ってる。あっと、これは赤バンですね、これ。今のはやられましたね。今のやられてないですからね、敵にやられてませんよ。赤バンです、今のは。はい、ゲーム中に赤バンです。はい、ということで、さあ、こちらが変わりますよ。さあ、川辺に寄ったらこれは地獄。今日は予言者のボッキーですよ。さあ、どうだ、上に寄るか。あー、まあでも近いところがありますが、これでも地獄ですよ。あの、遮蔽物何もないですよ。遮蔽物何もないので、これは厳しい。しかし、いい位置取ってない。タイヤリですか。フゼロでもこれ有利ですね。
ASL とか ABS が安違い、まあ、そこで、まあ、ずっとやり合ってるのもあれですからね。敵にキル取られるぐらいだったら自分で死ぬっていう判断もありそうですけど、ね、そうですかね、はい。さあアルファ D も OL とやり合ってる。おっとガーネットが無双してるが、これ大丈夫か。はい、そうガーネット、さあシノアも OL 抜き、ガーネットも、OL 抜いた。これ OL は多分19に着地か、どうでしょうか。オーヘルが今やられましたか、ね、今18位に着地しましたね。そうですね。さあエイペックスヨピーは、ES のスイ選手に行きました。さあここはまやってるか、はい、さあ車移動。うわーこれ DGG がいるのか。さあシノワがカバー入った。さあミネがいますね。素早いカバーをします。さあ馬広は各横やり入れられましたが、とりあえずシノワもやられましたね、はい。さあシノワの、そうカニがシノワを入れた。かけ切る、なんてことをするんだ本当に。ただシノアもフェイターさん角まで持ってきましたね。そうですね。しかしカニ、DGG はカニとドスが生き残っていて、今ミニ選手を、リカバリーというかですね、リバイブしてます。はい、リバイブしてます。はい、まあ、チームキルも7キル。これディビア1人だけになっちゃいましたか、もしかして。そうですね。あららこれはちょっと辛い状況ですね。さあ、おっとモサガリキが、モサガリキ強いな。モサガリキ強いですね。名前、ま、負けしてませんね。ただポジションが強いだけはありますか、これは。さあどうすか、花選手が抜かれ、これはさあ AG まずい。 AG17 位に着地です。 AG が17位ですか。はい、モサガリキに駆られてしまいました。さあさすがモサを狩るだけありますね。はい、名前負けしてませんね。本当に強いですよここは。そうですね。あと丸々も詰めてきますよ。てこれ、さあこれはちょっと視点移動しましょうか。そうですね。さあ丸々視点いきましょう。はい、さあ丸々、さあこれはタイヤリが抜かれ、まるまる抜きましたか。まるまるが全員でいってるが、おっとここでアクセルが抜く。さあここはタイヤリと、さあここバチバチやり合ってますよ。さあタイヤリ厳しいか、残り3名。さあディフェアがここでカッキル入りました。全員のダメージはちょっと半分以下。ちょっとタイヤリは AK から横やりも食らってます。まるまるはですね落ち着いてリバイブをしてますね。なるほど。はい、まずは蘇生を優先して体勢を整えております。さあタイヤリもリバイブが成功、4人生存でありますが体力はちょっと少なめ。いやちょっとまるまるとタイヤリ厳しい状況が続きます。アンチは勝っているんですが、なんとか耐え抜けるかどうかなんですよ ね, ですね。そのまるまるはですねもう2名に減ってしまっているので、さあ土蔵が DGG ですね、エーペックス潰しやっておりますよ、はい。さあ土蔵の無双、これ土蔵が無双しております、はい。さあエーペックスがここでカッキレですかね、はい、入りましたかね。あとタイヤリこれまるまる詰めてますよ、3人で一気に詰めてます、一気まで詰めてます。マジですか、見てくださいちゃんと。さあ詰めてます、これは。まるまるも AM にやられましたね。まるまる死にましたか。まるまる潰れました、はい、潰れました。タイヤリに潰されましたね。マジですか。はい、3名で一気に詰めに行きました。さあ666が ASL を、さあモサガリキもあそこにいるが、モサガリキはしかし徒歩ですよこれ。さあ赤いマークがめちゃめちゃ出てますよこちら、はい。さあ K 選手がいるが、こっちもやり合いか、こっちもやり合ってますね。そうですね、これやり合いとなるようになってますね。さあお茶さんがこれ DJ ですね、 DJ が取ってるが、その後ろ K 選手、さあ6番見に行きましょうか。さあ K 選手、さあ車に乗ったが、このままアンチ内に車あるのはでかいですね。さあかっきるまでは持っていく。さあ撃たれてるぞ K 選手、まだ目つけられてる、お前は離さないと。そこの小屋にいる状態だが、なんとかなお逃れましたが、まだ厳しい状況続いております。ね、そこの小屋にはいるんだが、どこがそう思っていたら投げたいところがありますよね。そうですね。ただアンチがまだギリギリ入ってるんで、あそこの小屋は。さあアンチ代わり、やはりまだまだタイヤリ強いぞ。これはタイヤリ守りきれるかどうかの試合になっております。さあグレネード、さあ食らうか、食らうか、さあ食らわない。グレネードは壁抜きできないですからね。はい、さあこれどうなる。グレラあったらバーンって飛ばされてそうですね。モサガリキ5人生存ですか。5人生存します。マジで車も取ってます。アンチも入ってます。キルもしだいぶしてま す, てますね。これはどうでしょう、ちょっとモサガリキ注目していきたいところ。さあモサガリキが AK ルーキー選手、いや AK 潰しましたよ今。さあモサガリキ1名がやられてる状態ですが、いいです、はい。さあ今このような状況、さあ5名生存ですよ。さあ、アンチ取ってるのはいいところ取ってるのはタイヤリなんですよね。ただ5名生存してるのはモサガリキ、その後ろに AK のキー選手が息を潜めており、 DJ が2人で小屋に入ってます。3日ですねここは。 A のは1人ですかね。このような形になっております。まあ実質これはモサガリキとタイヤリの試合なんですよね、はい。これはモサガリキ持っていきそうかどうか。いやいいとこ取ってるんでね、岩場取ってるんで。さあタイヤリー AM キー選手かっきるまで持っていきましたよ。さあ残り4チーム。さあ横からモサガリキが詰めてくるぞ。
さあ、モサガリキ、AN ガリタイヤ、ここで DJ の車を爆破したのは、タイヤリ。タイヤリ。さあ、ここでキルポイント獲得です。さあ、モサガリキ、キルバックしました、ね。キルバックしましたね。ちゃっかり。さあ、これは5対3、5対3。いや、3対4ですね。え、3対4ですか。失礼しました。3対4ですよ。さあ、これはどうだ、モサガリキ、ちゃんと今度は取れるか。ポジションは五分五分。さあ、アンチ変更。これはモサガリキ側によりましたよ。モサガリキ側によりました。タイヤリ、最後の最後で運に見放されました。さあ、これモサガリキ9キル、そしてタイヤリが合計12キル。お互いに相当キル。さあ、ここで3対3にもつれ込んだ。モサガリキやりましたが、さあ、1枚やり返す。毒ガスでやられる。モサガリキどうだ。タイヤリは2名。ここはリバイブできるかどうか。いや、リバイブは入りましたね。蘇生は入りました。さあ、モサガリキ、さあ正面顔出すが、その最中にパッと打ちたいが、はい、ブリ選手、これは弾幕張ってますね、蘇生中なので、はい、モサガリキ甘えるなよ、ここは甘えてはいけない、抜かれたチームが負ける。まあそのままの、まあその通りなんですが、モサガリキここは抜かれちゃ絶対ダメですからね。抜かれちゃいけないポジション取ってますから。さあ、グレネード跳ねるが、これはどうだ、神グレ決まるか、神グレ来い。さあ、決まらない。ベル、グレネードの練習をしなきゃ。さあ、めっちゃ飛んでったぞ、グレネードがめっちゃ飛んでるぞ。どうでしょうか。さあ、誰一人何ダメージも食らってません。モサガリキはですね、3名ちょっと広く取ってるんですよね。海岸の方に2人取ってます。うまく回り込んでおりますよ。さあ、このような状態ですね、回ってますよ。さあ、どうだ、タイヤリはどういう風に展開していく。そしてモサガリキはどういう風に止める。さあ、ターが横エルを入れられた。モサガリキ、さあ、モサガリキ1人抜く、1人抜き返す。タイヤリ抜き返した。さあ、そして1人抜き返される。タイヤリは1名、残りモサガリキ2名。さあ、持ってった、残り1対1。さあ、1対1。モサガリキが熱い、熱い、決めなかったか。モサガリキ決めましたね。熱い、熱い。1枚ずつやられてやられてやられて、最後モサガリキがうまく持ってきましたね。持ってきました。ちゃんとね、取れるとこ取ってきましょう。モサガリキドンカツ、おめでとうございます。おめでとうございます。1位が、モサガリキで合計キル数が12キル。2位がタイヤリですね。タイヤリでキル数がなんと、13キルですかね。そして3位が DJ ですね。3位 DJ で2キル。4位が AN で5キル。6位が AM で5キル、6キル、7キルですね。はい。そして6位が AK で0キル。7位がスターマインで1キル。8位がチーム666、3キル。9位が DGG で10キル。はい。だいぶキルしてますね。だいぶキルしましたね。はい。10位が ASL で4キル。11位が〇〇ですね。〇〇で5キル。12位が APEX で3キル。13位アルファ D でここも8キルしています。はい。14位が ABS1 キル、15位がフゼロで3キル、16位が ES2 キル、はい、17位が AG で4キル、18位が OL で2キル、19位が少女で、0キルとの状態になっております、はい、またちょっと画面切り替えます、はい、さあ、このままね、いただきたいと思います、はい、こうや行こうやね、どうします最後、こうや行こうや、よか一緒に。さあ、じゃあ皆さん一緒に言ってくれますか、うん、声出して言ってくれないからな、みんなコメント書いてくれないからな。さあ、行きます、こうや、行こうよ。さあ、さあ、おっと、エラが早速車両で引き殺した。さあ、車両は強いぞ。さあ、2番ですね。2番どこだ、あったぞ、これ2番ゼクシーもいます。はい、サッカー場の周辺にいるのは ASL ですね。さあ、何をしてるんだこいつ、すごいことしてるぞ。車の上、車の後ろを走ってるこれ、これゼクシーはすごいことになってるぞ。ゼクシーすごいことしましたね。はい、とんでもない速さで動いてます、ね、車の後ろを限界突破しますね、これは、ね、なんか孫悟空みたいになってますよ。シュッ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 みたいな感じで効果音つけたいですね、これね。え、待って、誰か乗ったくないか。え、乗ってるぞ。敵が乗ってるのか、これは。敵乗ってますね、これ。ん、どういうことだ、どういう状況だ。乗ってなくない、敵は乗ってなくない？いや、乗ってる、乗ってます、ね、あの、エース選手だ、エース選手、あ、落ちました、落ちました。さあ、これ、引き殺しに行くんじゃないですか。どうなんですかね。さあ、枝が殺すのか。あっと、花選手が車ブンブンしてエースを追い込む、これはひどい。さあ、なんだこのかっこいい戦略の仕方。これは拳で語り合うのか、拳で語り合うのか。さあ、お前拳で語り合えと、ゼクシーが追いかける。ヤクザみたいなスーパージャンプ、めちゃめちゃかっこよかった。なんかこれあれですね、なんかヤクザの取り立てみたいな、集金が始まる。あーと、これはさすがに拳では語れないと、また会おうと。
終盤でまた会おうと、ゼキシー拳で語り合えず、ちょっとなんかやっぱ悲しい表情ですね。俺は拳で語り合いたかったのにと、ね、ですね、なんか悲しい表情が見えます。裏切られた感満載でした、ね、はい、あいつとはまたどこかで会おうみたいな感じで別れましたね。もう取り囲んでますよ、エイジー夫人できてますよ、絶対にキルするマン。はい、さあこのこれ怖いぞ。さあゼキシー、さあ早速エラーが抜いたか。さあさすがが囲んでますね。さあ俺の友達強いだろうと、俺はあと鼻が抜かれるか、カバーグフィオがいけるかどうか。グフィオ、ね、グフィオ見てほしい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 。グフィオの反対ですね今。そうです、グフィオが秀吉見てます。いや、エンスです、これでエンスって読みます。エンス選手です、秀吉じゃないです。え、そうなんですか、はい、あっといや、エンスうまい、ここはかっけるまで持ってきたい。さあ持ってきたいぞ。ちょっと AG としては痛手を負ったか、ここは早くカバーが欲しい、カバーが欲しいところ、エラがかっけり入れられちゃうぞと。さあゼクシーがまだいる。ゼクシーはどこに行った。ゼキシーかなり遠いとこ行ってますね、かなり回り込んでます。さあグフィオがちょっと強気に強気に前に出てほしいところでありますが、どうでしょうか。ここはちょっとね、エラももらっちゃったんで強気にはもういけないですが、そうですね、どっちかこれ怖いですね。お互いのダウン入ってる方どっちもかっきり入ってしまいそうな。さあ毒ガス決められました。はい、場所はピンポイントですね。さあグフィオがちょっと臭い臭いと、ここは包帯を巻きます、回復を巻きます。さあこれはやり返すか、これはどうなんでしょうね、はい、さあ素早く、もうここは早く終わらせたいところなんですよね。ここで見合うのは一番時間がもったいないところ。さあ当てる当てる、当てますよ、グフィオ当てていく。いやこれはエラですね。エラですか、はい、エラはエラダウンしますよ。ヤンキーゼクシーですか、ですね、はい。さあグフィオがそのタイミングで詰めていきます。どうでしょうか、下におりましたね。さあエンスと、グフィオ位置交換。さあここは変わってグフィオがちょっと有利なポジションを取り、エースを狙うやつ、ちょっと見てください、ちゃんと見てください。さあここで、はい、グフィオがいるぞ。どうだ、あー、おっとエースうますぎる、この選手うまいよこれ。 AG を3枚抜きました。さあ決めましたね、今ゼクシーも。え、決めました。ちょっとやば、鳥肌やば。エースまさかの AG を一人で壊滅させた男。そうですね、ここで19位に着地したのが AG ですかね。 ASLエンス、この男は一人で AG を壊滅させました。壊滅させましたね。さあ近いのはこれ、待ってください、採石場周辺見てください、これ一気に移動します、17番 AK、 3番 APEX、 そしてさあここですね、5番タイヤリー。さあ右からも左からも銃声、取る先に取る先に敵がいる。おっとここめちゃめちゃいるぞ、やばいぞ、ここはここ AK とタイヤリー、さあめちゃめちゃいるが、さあお化けやり合う、これはすっとんでもないことになっている。このような状況、はい、さあやってますよ。さあまだ AK のタイヤリー、どうなってる、これはすごいことになってる。さあアクセルが車で逃げれるか、いや逃げたか、たまらず逃げました。 AK は何枚削られましたか、いや1枚も削られてないか、1枚だけか。別から撃たれてますね。いやちょっとまるまる、いや666が、いやこれどういう状況だ、666が AK やって666を APEX がやってますね。はい、これちょっとタイヤリー4枚、いやタイヤリー今潰れました、18に着地ですね。マジですか。そして AK は1人も潰されて、いや1人潰されましたかね。そうですね、ダウンだけ入れられて、いやでもタイヤリとしてはちょっともったいないですよね今。そうですね、ルーキーがやられてる状態ですね。5枚5枚でぶつかって一気に4枚削られました。はいはい、フゼロ、これ近くに DJ めっちゃいますよ。これ DJ めちゃくちゃいますね。さあ打ってるパゲ選手、おーっとパゲ選手に目がいってて、長選手裏打ってられてたね。ちょっともったいないからさ、 DJ ヨーヨーヨーと俺たち DJ 集団、さあ長選手もやりました。さあ DJ 集団、 DJ の音色を轟かせ、フゼロ敗北。ここは17位に着地、ちょっとフゼロムーブを変えた方がいいような印象を受けますよね。そうですね、もったいないところで毎回毎回壊滅してるんですよね。さあ ES やってるが、 ES も結構生存してるぞ。そうですね、5対5の戦い、土葬が一人でかなり詰めにいってるんですよねこれ。そうですね、ちょっと怖いですが大丈夫でしょうか。さあフェイタンさんが抜きました、うまいですね。そうフェイタンさん、公認実況者フェイタンさん抜きました。って言ってますが、これ伏せてる時も足音結構入るんですか。入ります入ります。だったらもっと毒ガスをちょっとずつ投げていくか。土佐選手がうまくさせればいいんです、はい、ここ抜かれたら正直先般ではありますよね。でもグレネードちょっといい位置にあるかもしれません。はい、さあ土佐が、さあおっと一気にちょっと上空視点いった方がいいですよ。これめちゃくちゃ詰めてても、フェイタンさんロードキルすごい、車でブンブン言わせますよ。さあ ES に集団で攻めてますよ。はい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 、うおおおおお、ここまたパーティーですよ。パーティー始まっちゃってますよ、マリオパーティー始まってます。さあ ES、 DGG 真正面からの、
ぶつかり合いフェイターさんがいるが、イエスのスピードは最後かっきれあのフェイターさん、車で暴走しすぎて、多分2、3キロしました今、ね、フェイターさん、車でさあ、アブちゃんですね。さあ、車がゲットされてきたぞ。まるまるもポジション取りだ。ポジション取り、まるまるも取ってきましたね。いやでも、いち早く、アルファ D はこのポジション取れたのはすごくでかいと思います。なるほど、はい、まるまるより先に取れたのはここ大きいですよ。ここから甘えずに、しっかりしっかり堅実に守りきることができるか。さあ、ここで A のもどんなチームが来たぞ、これ A のも、ちょっと怖いことになってる。さあ、そりゃ取るよな、そりゃ取りに来ますよ。どうでしょうか。ただね、アルファディ、崖のあのポジションも強かったんですけどね。さあ、ガーレットが来ましたが、ね、666も参戦。さあ、666も参戦、ここ取ってるぞ。さあ、街取ってますよ、いろんなチームが取ってきた、はい、これちょっと上空で貸してください、ね、こうします。はい、上空、中心取ってるのはアルファディなんですよ。そして AN、そして66の一人ですね。そして丸々、こういうような位置関係になっております。ちょっとね、アルファディどうだろう、守りきれるかどうかですよ ね、 そうですね。位置的には挟まれております。さあ、すっげえ、はい、面白いですね。さあ、さあ、 B 選手が AM 抜きましたか。さあ、10番666上選手ですね、ここいますよ、真横にいる。はい、真横にいます。真横にいるが、ここはどうだ、危ない、危ない。1ミリ生きてるのかどうかですよ。首の皮1枚つながりました。さあ、さあ、頑張った、この体力やった、うますぎる。さあ、裏取られたが、しかし構えは早かった。今、角キル入りましたかね。角キル入りましたね。ああ、いい、まあ、35ポイント取れたのは大きいですよ、今のは。勝つための、本当に勝つための動き、ドンカツを取るための動きですよ ね、 ですね。リスクを負ってでもこの中心を取りに行くといったような動きです。さあ、ただキル数がね、結構ね、ポイントでかいので、ここで何キルできるかですよ。産地縮小始まってますよ。ちょっとマップ見てください、下側3番、13番、9番、4番、16番、なんだここは。さあ、APEX する、JDJ、そして OL、DGG、 うわ、これ混戦ですよ、ちょっと。さあ、アブも神グレを決めたが、これもう下も下でやり合ってるが、これ下取りましょうか。そうなんですよ、がやばいんですって。だからさあ、アンチ縮小でこれ近いぞちょっとアルファで厳しいですよね。そうですね、ただアンチギリギリ入ってるのかな、これ。まあ、ギリギリは入ってるんですが、ギリギリ入ってるんですね、ちょっと次ですよね、これは。さあ、 DJ がモサガリキとやり合うか。さあ、 ここ裏取られましたね。ねえ、全体に囲まれてますよ、今アルファ。どこ見てもどの方向360度全部敵に、ね、360度敵に囲まれるアルファ。ちょっとここはどうでしょうかね。さあ、変に動くが、打ってるが、当ててるんだが、おっと、ガーレット、ガーレット少女ラウンド選手抜きました。さあ、これは救助しにくい位置ではありますが、さあ、シノワ見ましょうか。シノワもちょっとグレ来たら怖いんですよね。さあ、これモサガリキキルパックされそうですね、これ、はい。さあ、シノワも抜いた。さあ、シノワアルワリ少女に向かってかなり威嚇してますね。威嚇してるんだが、これちょっとキルパックされる位置でもありますからね。はい、さあ、グレネードを投げました。さあ、アンチ変わりますよ、見てください。さあ、アンチ変わる。さあ、ここ、おっと、これはまたとんでもないとこになりましたよ。さあ、シノワ神グレ成功、そしてエーペックスのヨッピーまで巻き込みましたねさあ、ディフェアの見てる先は AM ですね。さあ、このような状態、残り10チーム、毒ガスが痛いからな。はい、さあ、ここで即移動しような、やはりモサガリキ。さあ、モサガリキ移動、モサガリキ、ね、やはりね、終盤アンチに対しての動きはすごくいいんですよ。なるほど、はい。さあ、これ少女サイドモサガリキがダウン入れましたね、これでかいぞ。さあ、ガーネットが早選手を抜く、はい、そしてシノワはこれアンチの中に入れるか。さあ、どうでしょうか。モサガリキ、モサガリキあの位置から少女グレネード、正直これアルファ D は、はい、もう後から動いてキルをできるだけ量産できるかの方に立ち回りは多分シフトチェンジしてると思います。なるほど、これはもうアンチいけないので、正直ここはさあ多分そういう風に言ってると思います。はい、そしてもうね、アンチにいち早くね、このあっと、ガーネット丸々抜きましたか。1枚カッキル入れました。さあ、もう絶対カッキル入れるマンですね。はい、どうでしょうか。さあ、でもここを潰しとかないと一緒に移動することになりますよね。はい、どうでしょうか。さあ、移動どうする。はい、どうでしょうか。ここはさあ、アンチ縮小始まりました。移動する。さあ、始まる。一気に動き出しますよ、アルファで。一気に動く、一気に動く。横には少女もいるぞ、大丈夫か。少女いるぞ。さあ、ガーレットちゃんと壁を使いましたね。さあ、馬広がやられた。はい、さあ、少女ですね。さあ、まだいます、少女。少女の中に突っ込む。シノワもやられる。はい、少女の中に突っ込む、なんか嫌だな。アブちゃんがやりましたね、アブちゃんがやってるが、さあ、アブちゃんもカバー、ガーレット、はい、さあ、ただここでやられる。
さあちょっと上空行った方がいいんですかこれ。そうですね、上空見ましょうか。残り3チーム。はい、上空行きました。さあここ AK が4名生存、そしてモサガリキここを取ってますよ3人ですかね、4人ですね、4人いいポジション取ってます。アルファリーとしてはなんとかなんとかこれ AK をね潰したいところであるんですよね。やり合えばいいんですけどね。毒ガスでグレネードでうまく AK を潰せれば2位までにはいけます。さあただガーネット目つけられてますね。はい、さあ毒ガスが来るぞと。これはちょっとアンチはねど真ん中ですよ。これ全チームイーブンです。 AK もアルファ D もモサガリキも、うわモサガリキが襲いかかってくる。これ痛いぞ。これはちょっとアルファ D としては不利ですね。さあ2回目なので、いやここはもうリバイバーできないです。逆にこの10秒を使えないのでガーネットのためには。そうですね、はい。さあグレネード1枚でもこの危ない危ない、危ない、首の皮痛い。さあやられましたね。あっとこれはさモサガリキ、さあグレネードでディフェアがただ2人やったぞ。これはさあこれは救助できるか。いや逆にこのモサガリキとしては いところですよね。さあ今詰めるぞ。さあモサガリキ一気にここのタイミングで動きますね。これはさあ救助、キルログを見て一気に動き出します。さあディフェアが、さあ攻める攻める攻める、ここは引く、一人引きました。はい、さあこれやばい、一人救助蘇生されたか。これはもう AK はもうこれはな、こんな日にいる夏の虫全部やりました。モサガリキ KWL 初の2連ドおめでとうございます。さあ新規チーム、新規チームが見せてくれましたよ。なんと11キル2連ドン勝つ。いやまさか、素晴らしい。これモサガリキにね、スーパーチョイス入れてる人、これ倍率高いですよ。やばいですね。これ3000ぐらいゲットしたんじゃないですか。これゲットしたかもしれないです。はい、モサガリキ順位1位で、おめでとうございます。11キル本当に素晴らしい。すごいですね。モサガリキ好きだわ。2位の AK がね、これ見てください、キル数が17キル伸ばしましたね。いや伸ばしましたね。17キル、これもだいぶポイント高いんで、ね、ドーナツで足の引っ張り合いしてたかなと思ったんですけど、あそこで4名生存で、はい、キルも稼いで、ここも新参チームですよ。そうですね、今回新参チーム結構ブイブイ言わせてますね。はい、そして3位アルファ D が、7キルですね。まあまあまあいいと思いますよ。はい、4位が、DJ で5キル、はい、そして5位が少女で6キル、はい、6位が〇〇で1キル、はい、1キルですか。7位 APEX 5キル、8位がスターマインで2キル、9位が AM で2キル、はい、10位がチーム666 3キル、11位 ABS で0キル、12位が ASL で6キル、13位 OL で3キル、14位が DGG で5キルですね、15位が AN で3キル、16位 ES で1キル、17位フゼロで2キル、18位チームタイヤリ0キル、19位 AG で2キル、以上になります。はい、じゃあ今回ダークホースも完全にモサガリキですよ。そうですね、ちょっとモサガリキ集計でね結果が出ますんでね、皆さんお楽しみにしてください。その間にちょっと、はい、さあそれでですね、ちょっと皆さん申し訳ないんですけど、はい、先ほど2試合目にあった感染の、感染じゃないや、集計のバグがあってですね、はい、ちょっとコトちゃんもそれなっちゃったみたいで、あらららら、はい、なんでアーカイブからの切り出しですぐに集計出すので、ツイッターの方で、あ、今回のツイッターの方で、はい、ツイッターの方でお願いします。はい、LINE アットもね登録しといていただければ、LINE アットで KWL の情報も、はいはいはい、載せますので、こちらの方スクリーンショット撮っていただいて、LINE の友達追加の方でしていただければ、はい、よろしくお願いします。通知の方を送らさせていただきますんで、はい、はい、そういう形になります。はい、なのでね、順位で投票をねスーパーチョイスでされてた方もねこちらの方でお知らせしますので、はい、そして来月もですねスーパーチョイスの方をさせていただきますので、はい、皆さん来週です、はい、ごめんなさい、ね、来週もさせていただきますんで、はい、皆さん、そちらの方、はい、よろしくお願いいたします、はい、いやー今日はすごい白熱のねあった試合でしたよね。はい、そしてそうですね、結構アンチがね寄ったりとかすごいね荒れるような展開でしたので、はい、かなりバチバチやり合う展開が多かったですよね。そうですね、そしてやはりアンチが対決できなくなったっていうのが大きいですよね。はい、もうほぼほぼアンチの中にいたんで終盤ね、はい、今回結構圧倒的な1位なんじゃないですか。はい、まあ結果の方は、Twitter で発表ということで、はい、はい、ありがとうございます。では皆さんまたお会いしましょう、はい、来週またこの時間帯でお会いいたしましょう。それではバイバイ。